に春日っすね。いやかどうこれはやばい。違うこれはやばい。いや一チームだって私全然押してないよ。完全に座ってるね。完全に座ってるでしょ。イッチが座ってる部分がない。あるありますよここに。はい、ということで勝者春日さん。よっしゃよっしゃ負けてんじゃない。これはイッチ負けでいいよね。何にもケチつける部分ないね。もう1回でしたっけこれ。いや逆に逆に複数回とも言ってないじゃない。言ってないし、そんなイストリーゲームで何回もやるもんじゃないから。1回これもう約束したんだから春日さんに土下座してまいりました。でももうじゃあここ来てさ。いやそうよ最後の分かりましたよじゃないの。自分から言ってきても俺が無理やりやらす感やめてもいい。一ノ瀬くんがなかなかテレビで女性の土下座見なくなったよ。もうよくないもん。本当にですか。え何が本当にあります。いや言ったんじゃんだって。でもさ私だってやだよ。女性の土下座見るのやだよ。自分が言ったのは覚えてる。覚えてる。でもさ、うん、春日さんイッチも、うん、あの卒業なわけよ、うん、中京テレビ、はい、そうだね。で最後こうやって昔思い出してさできたんだからさ、うん、土下座さ、うん、なしでいいんじゃない。私はなしでもいいと思うよ。それはね自分で言ったことじゃないから、うん、で最後の最後に土下座っていうのも、ね、やっぱ今ちょっとずっつり悪いよ、うん、番組がここだから、うん、土下座はなしにしましょう。うん、いやこれね、いい一ノ瀬くん、うん、やりたい。どういうことなんだよ。待ってくれよ。おかしいぞ。ずっとおかしい。やらなくていいって言ってんだから。どんでもうどういうことなの。もうやろうこれ勝負に負けた。さっきのつながり思い出してよ。もうおかしいから。それ笑顔でしてたら。いやそうだね。もう意味が分かんない。負けて悔しいね。はい、うん、でもこれすっごく悔しいです。でも約束したのはあなただから。そうです。イッチ、はい、春日への土下座お願いします。うん、春日さん、うん、参りました。すみませんでした。いや、うん、卒業おめでとう。なんで睨んでる。やりたかったんだろう。だっておかしいんだよ。ずっと